そう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 そはい、どうも、まえちゃんです。はい、どうも、監督です。こんばんは。え？こんばんは。こんばんは。何語はい、こんばんは。寒くてちょっと、そうなんだ。絡まっちゃったんですよ。今日、福井ね、とうとう雪が降ってまいりました、皆さん。おめでとうございます。ついに降っちゃいましたね。いやー、待ってたんですよ。毎日雨なんで、もう雪いつ降るんだよって言って、スノータイヤなんて僕、11月に変えてますから。11月にスノータイヤ変えてるのに、ずーっと雨の上をずーっとこう転がしてるだけで、全然すり減らしてるだけなんで、意味なかったんですよ。やっと降ってくれましたね、今日。もう待ちに待った雪なんでね。そうだよね。で、やっぱ気温もガーッと下がってね、寒くなってきたんでね、はい、やっぱ今日はそれにぴったりなお題を用意しましたよ、皆さん。お楽しみに。じゃあ、まいちゃんお願いします。じゃあ、今日のお題は、お風呂。いやー。いいですよね、お風呂ね。もうアスリートイコールお風呂みたいなのがありますからね、正直ね。もうみんな大好きでしょ、お風呂。お風呂についてはうまいこと説明していきたいと思います。うまいことお願いします。まあ、お風呂入る目的としては、うん、疲労回復とか、うん、リラックス効果を求めて入るっていう方が多いとは思うんですけども、うん、まあ、なぜそういった効果が出るのかっていうのを今回説明していきます。なるほどね。はい、まずそもそもお風呂に入るとどういう効果があるのかっていうところなんですけども、大きく分けて3つあります。まず1つ目が温熱効果。これはまあお風呂お湯、そのお湯に浸かることによって、その体がその外から温められることによって、そのいろいろな温度によってさまざまな影響を及ぼすと言われております。なるほど。温度によって効果がちょっと変わってくるんだ。そうなんですよ。ぬるめやったらぬるめなりの効果があるし、はい、高かったら高いのっていうことで、ということでもう全く変わった効果が出てきますんで、こちらもまた後ほど説明していきます。あ、わかりました。はい、はい、で2つ目が水圧効果といって、まあお風呂に入るとまあなんか水圧、水の圧力がかかって、でそれによってちょっとまあちょっと専門的な細かい話になるんですけども、お風呂に入ることによって、うん、その水圧がかかって、うん、横隔膜がその影響で上に押し上げられます。はいはいはい。でそうすると横隔膜にひっついてる肺も、うん、まあそれに合わせて圧迫されて、うん、で結果的に肺の容量がこの空気にいる時よりも小さくなります。でそうすると肺の容量が減るということで、その体内の空気の容量も下がります。でそうすると、まあ、水圧とその肺の容量が減ることによって、静脈だったりリンパ管も一緒に圧迫させられます。これがお風呂に入っている時の状態です。でまあお風呂に上がった時、いわゆるその水圧から解き放てると、うんうん、まあその水圧の力も一気に解放されて、まあその解放された弾みで血流が良くなると言われております。加圧トレーニングみたいな効果が、はい、だったらこのお風呂でも期待できるっていうことということですね。おー、すごいね。もう加圧 T シャツを着てる状態からハサミで切り切ってバッて切られたみたいな感じが、みたいな感じでお風呂から上がった時に起きるんだ、それがね。とか、はい、そんな感じで、まあ、なりますんで、そんな加圧トレーニングほど効果はないかもしれないけども、少なからず絶対あるってことだね。はい。なるほどね。そこまで考えたことなかったな。はい、最後3つ目が浮力効果といいます。はい、で浮力は言葉通り浮く力で、まあそのまあ例えで言うとプールに入るとその体がふわふわ浮くじゃないですか。まあそういった効果をちょっとイメージしてください。でこの浮力効果が働くことによって、まあその関節とか筋肉の負担が減ると言われております。大体どれぐらい減るのかっていうと、自分の体重の9分の1から10分の1までその負担が落ちると言われております。これ普通の一般家庭にあるような浴槽でもそれぐらいの効果が、でもはい、十分それぐらいの効果があります。なるほどね。はい、なので結果的にその、まあ、関節とか筋肉のその負担が落ちるとともに、特にその筋肉に関しては緊張がほぐれて緩んだりするっていうことが期待できます。
リラックス効果ですね。はい、その心と体のリラックス効果がありますんで、はい、というのがこのお風呂の大まかな流れ効果になります。なるほどね。はい、でじゃあその先ほど言ったようにその温度、お風呂の温度によって効果が変わってくると言ったんですけども、その温度ごとによってどういうふうに効果の変化があるのか説明していきます。まず一つ目が24度から34度。この24っていうのはもうお風呂じゃないよね。もうぬるま湯でも本当に冷たいぐらいですよ。そうですね。プール大体これぐらいじゃない？プールで大体。なんか温泉プールこれぐらいじゃない？いや、プールでも24は本当に冷たいです。あ、冷たいやん。はい、冷たいのね。僕の行きつけのプールは大体30度ぐらいで。あ、そうなんや。本当にプール感覚の。はい、お湯というよりはちょっと冷たすぎるんかなっていうぐらいの温度なんですね。じゃあこれかなり冷たいぐらいの温度設定なんだね、はい、一番上が。まあでも真冬の、 海の水温と比べると水温があるんですけどそうだ、ね、で、どういった効果があるのかというと、うん、まあ最初ちょっと冷たっていう感じである、うん、でちょっと毛細血管がこう縮こまって萎縮するんですけども、うん、まあそれ慣れることによってしばらく入ってると逆にこの毛細血管が拡張されて広まります。で、そうなると体の、 その血圧が下がることが期待できます。なのでどういった方におすすめかというと高血圧で悩んでる方とかがその血圧が低下することによってまあ、その普段の血圧からちょっと下げることもできますね。で、二つ目が34度から38度になります、うん、これだと結構ぬるいなって思うぐらい。これだと冷たいよね。もうここら前後だったら冷たいけど、はい、ここはもうぬるいかなっていう。ぬるま湯程度のお風呂、お湯になります。34から38になると、うん、今度筋肉がほぐれてだいぶゆるゆるになります。でそれに合わせて、まあ、ぬるま湯に入ると副交感神経という、まあ、リラックスするために必要な神経も働きます。で結果的にリラックス効果が生まれてきます。なのでちょっと、まあ、心が疲れたなと思ったらこの34から38のぬるま湯、ちょっとストレス溜まってるなとか、はい、ある程度やっぱり時間も必要なの？だいたい10分から15分ぐらいを目安に。あ、でもそんなもんなんだね。なんかよくほら、はい、半身浴とかだったらほら30分ぐらい入りましょうみたいなのあるけど、はい、10分15分ぐらいでいい？そうですね。長く浸かると今度は入浴疲労といってほうまたちょっと疲れてくるんですね。いわゆるそののぼせ状態になってくるんで、そこだけちょっとお風呂に入る時間は注意しながら、長くても20分とかでもいいんで。それは全部の温度対応で20分前後。まあ、例外としてはこの42度以上、これはもう本当に暑いんで、あっちだもんね。はい、これに関してはもう10分でもむしろ長く感じるぐらいなんで、そうだね。はい、基本的にはこの3つに関してはだいたい15分20分で大丈夫です。で、3つ目の38度から42度は、まあ、日本人が特に好むと言われておる。そうね。温泉ぐらいも、その温泉でもちょうどこれぐらいの温度は見かけるかなと思います。もう本当に日本人に合った、日本人のための温度だと思ってください。で、結構、ってことは何？外人さんとか結構暑いの？国によってはやっぱそういうあれがある？外人さんはそもそもお風呂入らないんですかね。あ、そんな入らないんだね。ダメだね、外人さん。そうっすね。こんなにいい子があるのに、外人さんだと、特に外人のアスリートとかだったら、やっぱりね、こうやって、ね。どうやってケアしてるんですかね、普段。けど、よくほら、トップアスリート、世界のトップアスリートとかだと、トレーニングの時間よりケアの時間の方が長いっていうね、よく聞いたことある、ね。よく聞きますね。うん、だから、やっぱこういうね、お風呂も有効活用したらいいと思うんですけど、はい、まあ、詳しい、本当やったらその人らは入ってるかもしれないけどね。かもしれないですけどね。普通のね、普通の、全然スポーツしてない方だったら、もしかしたら全然お風呂入らないかもしれないですね。まあ、その、
競技者目線で言うと、うん、まあ、2、3時間トレーニングしたら残りの、まあ、21、2時間は、うん、まあ、ケアの時間に、はい、ね、なりますんで、そうだよね、水分だったり、はい、食事だったり含めてね、はい、そういうの全部ひっくるめてケア、まあ、ケアの時間に当たりますんで、ね、これね、この38度から42度になると、うん、あの血行が促進されるっていう効果があります。で、血行促進されることによって、まあ、その老廃物質とか疲労物質をうまくこう循環させることができるんで、排出することも早くなります。なので、まあ、ちょっと練習を追い込んだなっていう時とか、まあ、合宿の合間とかにもこういった温泉とかお風呂に入ることも十分あの重要にはなってきます。で、最後42度以上なんですけども、これはまあ温泉でもなかなか目にしない温度かと思います。そうだね、なんかたまに温泉になんか厚めのお湯とかあって、42度っていうのは書いてあるのは見たことあるけど、はい、そうね、そう、42度って普通には常備してないよね。はい、その我が家のお風呂でもなかなか42度設定はしないと思います。しないね。で、まあ、非常に暑いため、これに関してはあの先ほどあの言ったように10分でも十分効果ありますんで、で、その効果はまず、まあ、そうめちゃくちゃ暑いということで、あの新陳代謝が非常に高くなります。なるほど、ね、で、それに合わせてあの、まあ、交感神経も刺激されて、まあ、興奮状態にもなったりするっていうこともあります。結構なウォーミングアップとかでもしお風呂使うんだったらこれぐらいがいい。いや、ウォーミングアップ前に関して言うと、うん、まあ、先ほどお伝えした入浴疲労とかがちょっと絡んでくるんで、うん、で、まあ、その入浴疲労の、まあ、大体の目安としては、うん、まあ、お風呂に入ってちょっと汗が流れてきたなとか、うん、ちょっとじんわりしてきたなっていう境界線がその入浴疲労の際になります。 なのでもう42度とかやともう一瞬で、うん、疲れちゃうんだね、はい、うん、疲れますし、脱水症の心配もちょっとあったりするんで。そうだね、ナフとかだとそうだね、はい、なので、まあ、これは日常的に入るというよりかは週に 1,2 回ぐらいの頻度で大丈夫ですんで、それ以上入っちゃうと逆に疲れてしまうっていうことも心配されるんで。じゃあこの場合だとどういうタイミングで入るべきなの？1週間の間でも、はい、だって交感神経を刺激していた興奮状態というかある程度ね、活性化させるってことだよね、はい、と、あとやっぱりその交感神経と、あと何だっけ、新陳代謝か、はい、新陳代謝を上げるっていうのもタイミングとしてはどういうタイミングで、こういう暑いの、こういうのってほら、はい、あの言ったら一日の最後に疲れを取るっていう意味でも、うん、はい、見ていつでもいけるけど、これは逆に興奮しちゃうっていうんであれば、はい、やっぱりどういうタイミングなのかな。そうですね、僕個人的にはあの練習やって次の日休みで、でその翌日にポイント練習があったりとか、ちょっと大事な、あ、絶対にその調子を上げておきたいっていう時が2日前にこれをちょっと、2日前、はい、前日じゃった、前日だとちょっと疲れちゃうんだね、はい、興奮しちゃうと疲れて神経疲労とかもちょっとあったりするんで、2日前に入って刺激しといて1日前はこうやってリラックスしてゴーっていう感じで、なので、まあ試合の前日とかはあの42度以上に入れてるかは、あの普段慣れたこの36、38とか、あるいは42までのこのどっちかで、あのごく普通に入っておくことが無難ですね。ただまあその新陳代謝が上がるということで、まあ、その体の疲れにくい体とか、あの免疫力アップっていう効果も長い目で見てあげると期待がさ、あのできます。はい、で温度に関しては以上のことになります。簡単にまとめようか。そうですね、血圧下げる下げるで、これが筋肉が緩んで、筋肉ゆるゆる
で、これが副交感神経リラックスか。リラックスがこの34、38で。あ、ここね。はい。はい。で、3つ目のやつが血液循環が良くなります。はい。ごめんなさいね、バカで。バカなんでございます。はい。で、最後。これが交感神経か。言ったら、はい、新陳。新陳。まあ、なんとなく分かりそうだけど、ね、確実なのがひらがななんで書いちゃいますけど、まあ、漢字で書くとちょっと時間かかっちゃうんで、ね、そう喋ってる方が長いですね新陳代謝ねになりますね。なるほど、はい、これ覚えてください皆さんね。で場合によってはこうやって使い分けていくとね、はい、それが非常に役立ちますね。なるほどなるほど、はい、よく分かりました。で効果と本音について説明したんですけど、じゃあそのどういったタイミングで入るといいんやっていう話に移ります。大事だよね、こうタイミングってね。大事ですね、うんうん、まあお風呂の入るタイミングとしては、まあ、大体4項目だけちょっと意識すれば、あの効果が十分期待できます。まず1つ目が食後ご飯食べてから1時間以上経ってから入ってください、うん、というのも、まあご飯食べてすぐっていうのは、あの胃腸にその消化のために血液がもうバーっていっちゃってて、他の、まあ、体全体の血液が、まあ、スカスカ状態になってるんですよ。なので、まあ、このお腹とかに血液が集まった状態で入っても、うん、もう、うまく循環してくれないんだね。循環とか、ね、はい、してくれないんで。なので、あの、あえてちょっと時間を空けて。キャパオーバーになっちゃうね。はい。みんな出かけてますっていう話だよね。出かけてるのに散らばらすなよっていう話ですよね。輸血しながら入れればまた。そんなやついねえよ。おい、血やめちゃうよ。で、2つ目、ご飯を食べる前、食前になります。で、なぜそのご飯食べる前に入るといいのかっていうと、まあその、先ほど言ったように、そのご飯食べると胃腸にその血が、その血液が集まるって言ったんですけども、そのご飯を食べる前に、あのお風呂に入ることによって全身にこう血液が巡られることになるんで、でそうすることによってあの食欲が抑えられるという効果が期待できます。なるほど、はい、ダイエットに最適っていう感じですよね。これ聞きました皆さん、ダイエットに最適ですよ女性の皆さん。ちなみにこの動画見てる方大体男性なんですけどデータ出てるんで女性の皆さんも僕たちのチャンネル見てくださいよ。ダイエットするなら食前、これ覚えておきましょう。で、まあこちらに関してはだいたい38度前後のお風呂で15分ぐらいを目安に入ってあげるといいです。なるほど。はい。で3つ目、トレーニング前。トレーニング前って思った方もいらっしゃると思うんですけども。まあこれ全身浴じゃなくて足だけつける足湯状態でやってあげることによって、その怪我予防が期待できます。っていうのも、まあ足って結構、まあ心臓からかなり遠い位置にあるんで、結構その血の巡りが悪かったりとかするんで、特にこういう冬とか寒い季節はもう体がその足とか冷えてると思うんで、で冷えた状態でトレーニングすると、まあ怪我の心配、まあ、アキレス腱とかの心配もあったりするんで、あらかじめそのトレーニング前に足だけお風呂で温めようっていうタイミングになります。なるほどね。だってふくらはぎがね、第二の心臓って言われるぐらいだし、はい、このふくらはぎがうまく機能しないと、心臓が下からこう、心臓がじゃねえよ、血液が下からこうボーンって心臓に戻ってこないんだって。だからふくらはぎがうまく機能しなきゃいけない。でその機能を促すというか、はい、ふくらはぎさん起きてくださいよって、心臓に血液戻してくださいよっていう意味でも、足だけでも温めてあげるってことだよね。はい、温めてあげることによって、そのふくらはぎのポンプの働きが、そうだね、これはあのシャワーかけるだけでもいいんですかね。シャワーかけるだけでも、あ、違うんですね、はい、で、シャワーかけるときはだいたい1分ぐらいをちょっとかけてあげて、うん、で、その後ちょっとお水で10秒から20秒ぐらいさって流してあげる。あ、もう言ったら抗体浴をする、もうプチ抗体浴みたいな感じで。なるほどね。それを、3、4回ぐらい繰り返してやってあげると、シャワーでの抗体浴ね。はい、うん、
これは結構俺もする。そうですね、そう、うん、お家で手軽にできる。だってお風呂で水風呂張れます？だって浴槽2つないでしょ。ないですね。ないですよね。ある方いたらごめんなさい。いるかもしれないです。ただこれね、シャワーの交代ですから、例えばお湯に浸かっといてシャワーで水かけるというやり方もありますよね。それもあるよね。俺これ結構するわ。はい、なるほどね。でそれが何、トレーニング前じゃなくて普通にこれなんでケアとしてと。ケアとしてもアフターケアとして、はい、十分。トレーニング前だと冷やすのよくない？まあ冷やすと結局また筋肉も冷えちゃうんで、よくはない。抗体浴だったとしても、最後の締めとして温めて上がるっていう流れでやっとけば問題ないです。ああ、それだったら問題ないよね。はい、けどなんか冷やす、まあ怖いから普通にあったかいお湯に、ね、まあ、ずっと足つけとけばいいかな。それが無難ですね。ね、抗体浴って言ったらポンプみたいなもんじゃん。加圧みたいなもんでしょ、はい、加圧してまた血液循環悪くして、またゴンって良くして血液ポンって流すって流す感じなんです。アフターケアの方がね、もう抗体薬に関してはアフターケアで、うん、だよね、はい、うん、メインでやってもいいです。だともう俺もそう思うわ。はい、ちょっと練習前に冷やすのも怖いと思いますね。そうだよね、そうだよね、うん、それをするよ。で最後4つ目がトレーニングが終わってから30分以上経ったタイミングで。あ、30分以上経った。はい、というのも、まあ、トレーニングした後疲労物質が体中に溜まってる状態にはなってるんですよね、うんうんうん、で、まあ、30分以内に入るとちょっと、まあ、確かに血の巡りとかは良くなるんだけれども、その疲労物質の全部が全部ちょっと排出されるってわけでもなくて、むしろこう分散される懸念とかもあったりしますんで、はい、なので、ある程度落ち着いてから入ってあげると、こうまとめてバーって送り出すことができます。なので、まあ、ご飯を食べ終わったタイミングとトレーニングし終わったタイミングだけはちょっと気をつけてお風呂に入ってください。あんまり早すぎると良くないですよってことだよね。はい、ちょっと落ち着いてから、それぞれ落ち着いてからやって、はい、2つとか入ってください。はい、お風呂に関しては僕からは以上になります。うん、監督何か気になる点とか。まあもうその都度言ってましたね、気になる点。はい、もうこの抗体力すごい気になったし、で、まあ、新しく知れたっていうこういう温度がある、ここからしか知らなかった、はい、知らなかったけど、詳しくは知らないけど、まあ、はい、こんな低いところに血圧を下げることがあるなんて知らんかったし、僕も初めて見た時はちょっと驚きましたね。あ、そうだよね、こんなとこ試してる人がそもそもいない。今この季節特に無理かな、夏だったらいいかもね、はい、ね、やっぱ高血圧の人にちょっとね、外仕事だったりとかだったりすると大変だった時にちょっとこう体を一回冷やすっていうか、アイシングする意味でもこういう温度にして書いて血圧を下げるっていうのもいいかもね。これは初めて知ったの、はい、なので、まあトレーニングしてるしてない関係なく、ちょっと血圧にお悩みがある方はこれもぜひ、ね、試してほしいです。一般の方でもってことだよね。はい、でお風呂ってさ、ただ言ったらその何て言うの、湯船に浸かるとかそういうことだけではなくて、言ったらお風呂の中でさ、はい、言ったらもっといろんなセルフケアができるじゃないですか。はい、いろいろあります、ね、いろいろあるじゃないですか。言ったらその石鹸のそのぬめりじゃないけど、はい、ぬるぬる使ってマッサージしたりとか、はい、湯船の中でその体が温まった状態でストレッチしたりとか、はい、とか、まあグッパーグッパーしたりとか。そうやった、俺してるんだよ、はい、お風呂の中で足首こう回してあげることによって、足首周りの筋肉をこうしっかりとね、筋温を高めてあげることで心スプリントの予防にもなる、もしくは改善になると前なんかちょっと、ね、はい、教えてくれた先生に言われたことがあって、はい、それから結構やってるんだけど、本当にそれ毎日継続、例えば痛くなった、はい、じゃあお風呂入って足首回す、はい、治りました、そんな単純じゃないんで、もう日々やってあげることが大事になります。痛くない時からやる、で痛くなってもやると、でしっかり常に動かしていくっていうことをセルフケアでやっていくってことが大事。もう痛くなるのを予防するためにこういうのも普段から重要にはなっていきますんで。でね、コンディショニングってね、一番大事なのってほら、例えばお風呂入りに行くとか銭湯行く、うん、例えば整骨院行く、これってね、やったらもう
セルフケアっていうよりかはもうなんかこう他力本願じゃないけど、まあ、ちょっと専門家に任せるっていう感じなんです。任せてるとかお風呂入りに行くとかってそうじゃないですか。けどセルフコンディショニングって言ったら自分のどこにあの何疲労が溜まってる、自分のどこに問題があるかっていうのを理解した上で、あの例えばここをマッサージする、ここをアイシングするって、そういうコンディショニングしていくことで自分を知れていくというか。そうですね、もうしっかりと普段からやってあげて、あの問題意識を持ってあげることが、そうでそれに向かってどういう行動を取るのか大事にやっていきます、ね、そうで、そうすることで自分を知る、で自分を知ることがすごい大事なんかなって、そのアスリートって、はい、自分を知ることが、ね、あの絶対あの競技力向上につながっていくと思うから、はい、だからそのコンディショニングってこう甘く見ない方がいいというか、そういう知識をしっかり深めた上で自分の体と対話して、ね、どういうコンディショニングしていったらいいのかっていうのをあの実践していければ、すごい競技力にもしっかり向上していけるんじゃないかなと僕は思いますね。はい、もうこのお風呂一つでもいろんな効果があるんで。そうだよね、だからこれを使い分けるのもセルフコンディショニングだよね。はい、うん、こういう自分で理解した上で今自分には何が必要なのか、どうするべきなのか、ましてや自分は今日どういう状況だったのか、じゃあどこであのお風呂を入った方がいいのかとか、そういう理解をすることによって、もちろんね、なんていうかな、自分に効率のいい効果をね、あの還元できるんじゃないかなと思うんでね、うん、これは、うん、お風呂の話かよ、バカじゃねえ、そんなの分かってるよ、お風呂入りゃ気分抜けんだろみたいな、そんな簡単に思わんといてほしいし、こうやって理解した上で、はい、あのやっていけば、あの皆さんもね、あの怪我なくというか、怪我ないとは言えないけども、あの怪我する確率をなるだけね抑えてね、はいはい、あの質の高い練習トレーニングにあの取り組めるんじゃないかなと思います、ね、ではひろちゃん、何かお風呂に関して気になる点ありますか？結構自分あの炭酸風呂好きで、はい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 、あるね、あのサバイの腰の湯に、はい、腰の湯にもありますし、あります、ね、極楽湯にもありますし、あ結構いろんなところで今炭酸泉流行ってるよね。しかも流行ったらめっちゃいない、炭酸泉、うん、あいますいます、もうめっちゃいるんですよ、他のところすかすなんも全然空いてるのに、もう炭酸泉にもうおっさんが引き締めし合ってるっていうかねもう密集してて感じてるんかね、こうね、結構効能結構書いてありますよね、書いてある、書いてあります、まあ、血糖値下げるとかそういう効果もありますし、普通に筋肉痛緩和とかね、緩和も、はい、アスリートにもって言うよね、はい、うん、言うね。あれって何度ぐらいでしたっけ？あれも結構ぬるいぬるいベースですね、だいたい34、38ぐらいの、まあなんかものが炭酸泉で10分ぐらい使っててほしいから、そうぬるめに設定したるっていうのは書いてあったと思うんですけど、なんか皮膚からなんかこう吸収されていくらしいね、はい、炭酸の成分で、なんか今詳しいことは分からんけど、ただこれね、炭酸泉の話になると、あの2年前に和歌山の全日本マスターズ行ったんですよ、はい、であの竹の子の湯だっけ、なんだっけ、フクロウの湯です、フクロウの湯でした、はい、フクロウの湯っていう温泉があったんですよ。でそこであの炭酸泉あって、そこは天然温泉の炭酸泉なんだってことで、はい、人工じゃないです、天然温泉の炭酸泉で入ったらめっちゃぬるかったんですよ、多分これぐらいだと思うな、はい、えこれお風呂これ入ってても全然温まらんだけどと思って、であのひろちゃんと2人で入ってたんですよ、はい、で入っててこう陸上の話してたら結構ね時間経っちゃって、ね、20分30分ぐらいちょっとこう熱くなって話してたら気づいたブーン汗ブーンって汗、えなんで俺体調悪いんだなと思ってけど、あなんつうかな、汗出ただけじゃなくてもう何ポカポカな、あーもうたお湯はぬるいんだよ、お湯はぬるいのにめちゃめちゃポカポカで、はい、あれ初めてその炭酸泉の凄さを感じたけど、腰の湯とかスーパー銭湯とかにある炭酸泉全然感じないこれごめんなさいね、営業妨害になるかもしれないですけど、これ本当にね、本当にそうだもん、みんな体験してみてください、はい、あの竹の子の湯だっけ、あ袋の湯です、あ袋の湯です、和歌山の袋の湯、まあ、はい、もしね全国的にもっといろんな優秀なね炭酸泉あると思うんですけど、和歌山行ったら絶対フクロウの湯ってとこ行ってみてください、で炭酸泉に 2,30 分入ってください、すぐわかります、汗ブッやりますから、マジやばい、あれマジやばい、なるほどね、炭酸泉って言ってもね、けど、まあ、効果ないわけじゃないよ ね、 そうですね、銭湯のね炭酸泉、はい、まあ、効果ないわけじゃないから、やっぱ天然物は、天然物には勝てないってことだよね、そう、うん、マグロもそうでしょ、うん、養殖のマグロと天然のマグロどっちが美味しいかって言ったら天然でしょ、それと一緒ですよそうですね、そういうことです、そういうことです、でまあお風呂のね
はい、詳しい効果というか、他のもっとこう活用するといいよとか、こういう温泉いいんだよとか、そういうね、細かい情報は、あとは、まえちゃんのツイッターで、いろいろ紹介していくので、ぜひ、まえちゃんのツイッターフォローして、その温泉情報というか、お風呂の効果みたいなのを、どんどん知識としてね、取り入れてほしいなと思います。僕はそんなのあげないです。僕しかあげないんで。まえちゃん。僕はもう、トレーニング。以上で今日の、はい、コンディショニングの講座は終わります、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらの方もフォローお願いしますね。ではまた次の動画で会いましょう。